ここで前回までのあらすじ。朝7時半から開演待ちをしてくれていた自信満々のカホちゃんと共に待機。待機中、カホちゃんの誕生日金額をくじ引きしたら、なんと最高額の1万円出しました。こりゃついてると思いきや、開演とほぼ同時にショーの自由席は埋まってしまい、抽選にも外れた我ら。さあさあさあ、これからどうするのっていうところからのスタートです。ショーなんですよ。語ってるけど外れたからね。外れたから私たちは、はい、バズに来ました。スタンバイ、スタンバイ、行ってきます。はい、到着です。行ってきます。スペースレンジャーよ。もうすぐ行けますね。行けますね。後ろに乗る方、横並びになって支えてくださいね。はーい、スタートです。私たちは続いてるんでね。前回聞いてくれ。タートルトークでもバズが、はい、戦いですよ。そうだよ、はい、勝負だ。ねえカホちゃん、今10時16分。私たちも10分でバズを楽しみました。ちょっと一回落ち着くために、ルビーチョコレートのホットドリンクかなんか飲みに行っていいですかね。あったかいのやっててほしい。はい、行きましょう。はい、行こうです。はい、お願いします。行ってきます。あったかいの飲みに。気持ち切り替えて。そうですね、まあ、いつものことなんで。そうですね、驚かない。当たる日が来るのがまだ早い、はい、誕生日だからって言って。あ、ね、もう誕生日シールとかももうさ。そうだよ、そうだ、装備から始めよう。はい、ちょっとやり直します。はい、もう誰もいない。すごいね、このディズニー。はい、誰もいない。本当にここはディズニーなのかっていうぐらい誰もいない。これあれでしょ、スキルームの近所でしょ、きっと。魅惑の。あ、ディズニーランドですよ、ここ。皆さん、やってるかな。スティッチ号が。やりますね。壊れたスティッチ号が。やってれば。やっているでしょう。やっているでしょう。私たちはなんと。でもなんか他のお店に。きなこチュロスを食べに来。あ、きなこチュロスは向こうです。ちょっと見てみましょう。これはな、ルビードリンクです。これ何時からですか。ルビードリンク何時からですか。ルビードリンク11時です。ルビードリンク、私たちは何にも入りつけません。しかも雨です。神様、過去あったでしょうか。全部ここも11時オープン。どうしたやる気が。10時開演だったら10時に開けなきゃダメだ。みんな飢え死にしちゃうよ。しちゃいますね。お腹空きましたね。だってさ、トゥデイにあんだけでかく乗ってるのにさ、これだけ寒くてさ、待っててちょっと温かいの飲もうよってなってきたら11時オープンってですけど、あれ、ま、ええ、やってない、やっぱりやってない。ここも11時かな。一体どこなら10時に空いてるんですか、教えてください。え、どこ、これ、ここです。ここも11時かな。完全にきなこチュロス完全に閉まってるやん。あ、え、ポークライスロールもあるじゃん。あ、10時半です。もうちょっと、ちょっと、もうね、すごいじゃん、ビル建設してるみたいになっちゃってるじゃん、シンデレラ城が。
すごいオープンの瞬間を初めて見た。ございます。あったかい。想像以上に何だろう、紺色をしている。そうですね、もっときな粉だからベージュっぽいのかなと思った。そうですね。いただきます。いただきます。一気じゃないですね。私も思った、残念でした。おいしい。赤茶色の感じました？なんだろう、コーンの方が感じるんだけど、なんでかな。ほんのりきなこ感。まあ、そんなに強くないですね。うん、薄い。ちょっとかかってほしい。きなこ味のチュロスのはずなんだけど、きなこ感は少ない。塩気が結構強くないですか。うんうん、ほんのりちょっと鼻からふーんって出る息がちょっときなこかなっていう。 あのね今ね3口目でやっと感じました。はい、感じました。あ、よかったよかった。結構食べたから私も、うん、うんうん、それまでは、うん、塩味って感じだった、うん、はい。確かに鼻から抜ける感じはきな粉だね。きな粉ですよね。正解。伝わりましたね。正解です。でも誕生日シールってもらえるのかな。もらいましょう。うん、もらおうかなって。はい、あ、撮ってますよね。いつも以上に気合を入れて書いてもらおう。ミニーちゃんになった。お待たせしました。ありがとうございます。わーい。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。この辺に始まったね。はい。ゴミ箱がそこにあるんで。はい、ここでいいですか？三鉄炭鉱。はい。ちょっとじゃなくアピールできてきてる。前回よりも剥がれてきてる。見えてきてる。見えてきてる。ベルがいる。ベル感が出てる。もうだってここまで来たらこのクオリティ見えちゃうんでしょ。おー、ガストンの酒場ももうできてきてるのかな。どこだっけな。この辺じゃないですか。あ、それだ。すごい。うわー、すごいすごい。まさに酒だる。うわー、なんかちょっとずつグッズも詳細が出てきてる。ね、山で来てる。山で来てる。噂に聞いていたけど山で来てる。みんな写真撮ってる。気になるよね、そりゃ。あ、この辺いいんだろうね。そうだよね。どれ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 。うわー、すごい。あの感じじゃん。映画のあの感じじゃん。あの鳥もいますもん、ちゃんと。綺麗なお城。ああ。え、本当にすごい。門までちゃんとできてる。もうすごいね。カホさん。はい。では、もう蝶にも見放され、まさかの飲食店にも見放された我ら。
プレゼント買っちゃおうかということで、さっきねもうさあれでさ全ての今日の運を使えちゃったじゃん。1万円分使っていこうと思います。じゃあ早速行ってみましょう。行きましょう。どこに行きたいの？まずはあきさん、ここは暖かい。てかまずそれ最初に暖かい、どうしよう。ちょっとじゃあいい関係を行きましょう。靴下とかもあんじゃん。いいですね。部屋でモフモフソックス。靴下履きたい派なんで。ポテトヘッドフサイ入れよ。いや、これがいいかな。汚れも目立たない黒で。あ、はい。あ、これはもう今のあれですね。ミニーちゃんグッズ。期間限定の。かわちゃん、これ買ったってことでしょ？あ、そうです。フラッグ。フラッグ。あーかわいいですよね、これ。え、かわいい。買わなかったんですよ。え、かわいい、それいいじゃん。ベリーベリービニー。いい形のやつを探してください。これかな。はい、はい、じゃあまずそれ行ってわー、あ、これどう思います？これ持ってないんですよ、開けて、あ、持った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 、さっき言うときに、空いてましたね。すごいね、グッズが。すごい、本当にすごい。タオルがね。可愛い、カラフルな。カラフルな。あら。あー、これね。これだ。取ってください。え？ガラスじゃないんですよ。え？プラなの？陶器だと思った。こっちは陶器です。下は、はい、あとこのちっちゃいサイズ、あ、ちっちゃいサイズもある。本当だ。何これは？ラザニアとかグラタンとかのやつなのかな。あ、本当だ、ちっちゃい。 あ、これがこのあれだ、サイズだ。すごいじゃん、4枚も入ってるよ。そうだよ。だから のっけ、でも乗っけたらこうなるよ的。あ、本当だ。デザインが、え、かわいい。かわいいですね。乗っけたら本当にこのサイズなのかな。きっとそうなんだ。かわいい。バジェットは1万円あるんで、1枚でも2枚でも3枚。あと8枚くらい買えるよ、これだったら。すごい、そんな実用的なもの。爪切り買います。そんな問題ないですね。まあ、いいと思いますよ。ディズニー可愛いじゃん。ミニちゃん、ミニちゃんの爪切りも買います。まさかの、まさかの爪切り。爪切り買いました。とはいえまだ予算がございますので、あとは何を選びますかね。どうしよう。いや、どうしよう。
値段なんですよ。どうしようかな。なんかアパレル系見てみよう。うん。よ。あ、こちらに行きたいと思います。はい。バッサ。食べ物で1万円って難しいけどさ、お土産とか欲しいもので1万円になると結構すぐ行っちゃうもんなんだね。あーちょっとかぶってめっちゃ可愛いんですけど、やばい、持ってない私も。え、かわいい。ちょっとゴムがゴムが前側にめっちゃ可愛いじゃん。これいいですね。しかも何がいいってさ、ここがいいですよね。なんていうの、しっかりしてんのね。ちゃんと、うん、しっかり、あのこれパターンと全然違う。違いますね。そうですね。しっかりしてる作りが、このしっかりここの、え、ここも良くない？いいです、いいです、クリアな、うん、バルーンで誕生日の人にどんどんつけていきたい。これ2000円、かわいい。どう思いますか？あれ、もう買いすぎですよね、カチューシャはいっぱい持ってるから。いや、だって持ってる、あ、これは持ってない、持ってるピンク持ってない、赤持ってる。かわいい。これメンズサイズ？なんかでかいのしか売ってないですね。ね、いるしかないんだ。これも普通に着れるね。普通に着れますね。普通に可愛い。チャンピオンだ。本当だ。可愛い。6000、え？6300円します。普通にやっぱチャンピオン価格します。ですね。え、でも可愛い。さりげないですね。うん、可愛い。さりげなくチャンピオンマン。可愛い。やっぱポテトヘッドは選んでくれないの。いますあ、いたいた同じ迷うなこれ片足ずつであれなんだ、はい、かわいいね。しかも履くとここがポコってなるでしょ。してる、ちゃんと。かわいいじゃん。ポテトヘッド鼻がちゃんと大きすぎる。なんか靴履いた時にゴワゴワするよね。腹巻きとか大丈夫ですか？ちょっと思いました。腹巻き可愛いじゃん、可愛いじゃん。お尻に、お尻のデザインが。タンブラーとかもあるね。可愛い。かわいい。え、かわいい。ね。何がいいんだろう。はい、かほさんまた悩み出しました。悩んでいいわよ。だって私たちには時間があるんだもの。だって時間があるんだもん。定番かな。定番が目に入る。やっぱこれかな。どうですか。いいんですか本当に。ペアでしょきっと。ペアじゃないの。それはミニちゃんだけでいいの？はい。お客様用はいいの、はい、自分だけ用ね。自分だけ用ですね。でいいかな。結局戻ってきました。再び相方もやっぱ欲しいなと思って、はい、こちらにします。2つ使おうかな。コーンスープとカフェラテみたいな。贅沢な使い方。買ってきました。ボリューミーな感じで見えますが、意外とすぐ1万円使い切りました。はい、という
マグ、はい、ミコ、はい、ベアマグですね。はい、どう、これはルームソックス。ソックス。かわいい。すごい、マグもペアだし。あ、そうですね。のペアは。あとこれだ。皿。お皿です。かわいい。ワッフルを焼いてください。はい、焼きます。IH では出ませんので。IH では焼けないので。以上。以上。あっという間に終わっちゃったよ。ありがとうございます。やった、夢のような。おめでとうございます。ありがとうございます。引きが強い。嬉しい。今日の運全部そこで、ね、使いましたね。使い果たしたからね。悲しくない。また次があると。そうだね、頑張りましょう。おめでとうございます。やった、ありがとうございます。というわけで今回はここまで。実はね、お買い物した時にキャストさんからミッキーからメッセージがありますよって言われたんですけど、見てこれ、ハッピーバースデーって書いてあるって嬉しいよね、こういうこと。思い起こせばショーに外れてバズライトイヤーからスタートし、お店は11時からオープンが多くてどうしようかなって思ったんですけれども、まあ、そこからはかほちゃんのお誕生日プレゼントを選ぶということで結構満喫して過ごしました。かほちゃん、改めてお誕生日おめでとうございます。実はね、この次も食レポっぽいやつもう一本だけアップしようと思ってます。それでは最後、かほとでお別れです。またねー。